ほぼノリが侍じゃないですか。ほぼノリが侍ですね、マジで。はい、おはようございます、ナスカでございます。と、本日はですね、ご一緒していただいております。自己紹介お願いします。すいません、YouTube チャンネルのサムライイーティングのプロデューサーをやっております小川優馬と申します。よろしくお願いします。お願いします。ということでね、まあ、この内装を見る限りお店で分かる方もいらっしゃると思うんですけど、本日は川越にございます2代目江戸さんにお邪魔しております。滑舌が今日やばいというのも、この撮影をするにあたって小川さんとね、まあ、一緒に撮影風景を見たいってことだったんで、一緒に来る約束をしたんですけど、せっかくであればこの好きなお店をまだ小川さんで体験してないっていうんで、美味しい料理をね、今回体験してもらって、このね、僕の好きな気持ちをね、小川さんと共有できればと思って、急遽ね、映る予定じゃなかったんですけど、横に来てっつって、こんな感じで撮影を始めております。全く何も聞いておりません。企画がございません。小川さんは普通の方なんで、手が滑る大将の岡安さんにもね、小川さんの分は滑っちゃダメですよって念を押しながら今回の撮影に挑んでおりますが、まあ、ひとまずこの江戸さんの良さを体験してほしいんですよ。そうですね、はい。だから本当に今日は何を食べようとかじゃなくて、うん、メニュー表を見ていただいて、はい、好きなものを好きなだけ食べてほしいなと。え、いいんですか？もちろんです。お金全部僕が払いますんで大食いの YouTube で江戸さんって言っても結構有名じゃないですか。いや、もう第一人者というか。そうですよね、はい、Dレンジャーもありながら、はいはいはい、まだ僕実は本当に今回初見で初めましてなんで、本当に楽しみにしてるんです。ニコニコと愛想のいいマスターなんですけど、はい、多分その Dレンジャーの中でも結構随一で滑る人なんで。なるほど。手がそこだけは気をつけてもらって。Dレンジャーのお店を行かせていただいている中で、はい、まあ、滑りに滑ってきてるんで今のところ、はい、みんなそうなんですよ。何日前から打ち合わせしても、はい、一回も言うことを聞いてもらったことがない。そうですね、はい、だからまあ最悪持ち帰りで、ね、持ち帰りで、はい、じゃあこの後ね、好きなだけ料理を頼んで楽しんでいただこうと思います、うん、ありがとうございます。お願いします。お願いします。大将も今日はお願いします。お願いします。ということで早速ね、一品目到着でございます。そしたらとりあえずこれ僕食べてほしいんですよ。ぜひぜひ。ただちょっとまだ手つけてないんで、とりあえずは。あ、はい、ありがとうございます。もちろんありがとうございます。どれぐらいいけます？たしなむ程度に。たしなむ程度に。たしなむ程度で、こめかみわかめ頼んで、この量って半端じゃないですよね。いや、ものすごい量なんですけど、これ一人前ですごい量なんですけど、そもそもこのこめかみわかめっていうのは、はい、定食とかのおかず的な部類なんですか？これ今の時期はあれですけど、飲みに来るお客さんとかがつまみ用にとか頼まれたりしてましたね。なるほど。これがそれですよ、その味噌ですよ。そうなんです、この味噌がいいんですよ。ちゃんとしっかりとたしなむ程度に。でも僕は大丈夫です、手滑んないんで。あ、ありがとうございます。しっかりと、いただきます。よし。あ、おっ、こちらが、はい、餃子、はい、こちらがセットの、セットの餃子、はい、はい、セットの。ありがとうございます。あ、ね、なるほどなるほどなるほど。セットで大きめが4個ですからね。あ、気づきました、はい、定食のセットの餃子がそうです、基本的にこのサイズっていうことですよね。そうです、セットのサイズ量ではないですね。なるほどですね、はい、なんか某チェーン店とかの餃子のサイズの倍はありますね。ありますね。はい、いただきます。どんどん食べちゃいましょうか、はい、いただきます。いただきます。これだな、酒飲みたい間違いなくお酒ですね。タン唐揚げです。え、タン唐揚げです。こちらが半ですね。これ半唐揚げですか？半です。どうやって伝えたらいいのかわかんないんですけど一応これで半ですね。手で見てたらいいのかな。シンプルに普通のお店の唐揚げだったら、はい、並盛りよりもちょっと足されたぐらい多いですね。ありがとうございます。もう見てから頼めばよかった。それを言ってから頼めばよかったでこれが僕のダブルですね。これがダブルですか？はい、めっちゃでかいんですよ。えぐっ僕も大食いの現場めちゃくちゃいっぱい行ってますよ。はい、言うてもでかいんですよこれ今日はちゃんと気合い入れてください。気合い入れていきます。はい、こめかみわかめの味噌が気になりますね。これいいっすよね。まあうまい。世の中落ち着いたらもう飲みに行きましょう。飲みに行きましょう、うん、絶対飲みに行きましょう。で僕ちょっと夢があって、はい、今ガオーって大会やってるじゃないですか。
はい、本当にいつか江戸さんでガオをやって、うん、そのまんま夜打ち上げここでしたいんですよ。最高ですね。最高ですよね。江戸さんでやらせていただけるのは もちろんやりたいですけど、うん、何がいいですかね。中華なので、うん、まあ、中華系が多いので、まあ、唐揚げしかりチャーハンしかりラーメンしかり、ね、定量で何杯も作れるメニューはいっぱいあるんで、とやってみたいなっていうのがありますね。ウェイトクラッシュとかやりたくないですか。ウェイトクラッシュ限界。ガオーのウェイトクラッシュまだ1回もやってないですよ。その回は参加しなくていいですか。ぜひなんかやりたいですね。やらせていただけるのであれば。ウェイトクラッシュって結構過激でしたもんね、うん、当時だいぶ、まあ、じゃあ曲もね違かったの で、ね、今のテレ東ではなかったので10キロとかが結構当たり前でしたもんね。1時間でどれぐらい太れるかでしたっけ。うん、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません、もうおやおやってなってるんですよね。そこもう漫画盛りになってくる。ダブルになるともうこのサイズですね。もうとんでもない量です。でも結構大食いの方じゃなくても、ここってあの東洋大とか若い子が多い地域で、普通の学生でもこれ食っちゃう子とかいるんですよね。すごいっすね。もうあ、すでに餃子めちゃくちゃ美味しいです。うまいですよね。本当に美味しい。で調味料いらないですよね。いらないです、十分です。味しっかりしてますし。うまっ。こちらまぜそばです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うわっ、正直言っていいですか、軽めだったなと思ったんですけど重めでした。うん、まぜそば自体に半から揚げぐらい乗ってるじゃん。そうなんですよ。もはやダブルじゃなくてトリプルになりましたね、僕の唐揚げ量が。醤油ラーメンです。はい、ありがとうございます。あ、来た、ありがとうございます。でも普通だ。あ、普通ですね。普通ですね。よかった、滑ってなくて。よかった。唐揚げも食べないとだな、やっぱでかいっすよねこれ。僕もじゃあ一緒に唐揚げいただこうかな。男気ジョッキで手が滑っちゃいましたね。もう、あ、ありがとうございます。じゃあ行っちゃいましょうか、唐揚げ。いただきます。うんうん、うまっ。歯がいらないぐらい柔らかいです。火通してこのサイズなんで、うん、多分1枚半身ぐらいありますよね普通に。部位は全部ももなんですかね。ですかね。でも結構この下味とかいろんな処理も本当に手間かけてるので、メニュー数は多いんですけど、ちょっとした一品でもかなりこだわってるんですよ。全品がうまいので。美味しいですね。近くにあったら多分毎日来ますよ。来ますね。僕この4年間江戸さん通ってて、うん、会う常連さん会う常連さん、日に日にちょっと大きくなってくるんですよ。なるほど。シンプルですよね。豚骨ですか。一応鶏系とか、まあ、ガラも使ってるみたいなんですけど、ね、醤油感もあのチンタンっぽいキレなのに、なんか乳化してるから、ね、乳化してますね。また面白いんですよねこれが。そうですね、見た目は豚骨ラーメンのスープに近いんですよね。そうそうそう、はい、乳化してるんで、こっさりって言ったらいいのかな。うん、うん、こってりしてるけどさっぱりしてるような癖になるんですよね。癖になります。麺もちょっと変わった麺ですよね。うん、コシが強いですね。コシ結構強めで、粉が多いんですかね、加水量が少ないのかな。もともと使ってた麺があったんですけど、はい、ちょっと前にとか1年が経つのかな、製麺屋さんと相談しながらもかなり悩まれて、へー、何回も試作してやっとたどり着いた麺らしくて。なるほど、伸びにくそうですしね。そう、伸びにくいんですよ。多分これ、はい、デカ盛りとかに向いてるなと思います。こちら半焼き肉丼です。はい、半です。僕ですか。はい、ありがとうございます。ちゃんと半です。え、これ半なんですか。半です。もう見た感じ美味しいっていうのが秒でわかるじゃないですか。ありがとうございます。何よりのことです。でもこれで一応半ですね。半ですね、全然ですね。本当に経営大丈夫なんですか。いやね、あの前日に怒られると思いますね。いやいや、ちょっとあの毎回その月曜日がお休みなので、はい、その夕方とかちょっと仕事の打ち合わせしたい、撮影の打ち合わせしたいみたいなお会いすることがあるんですよ、はい、で大体午前中ゼリーさんのところに行ってるんですけど、
今日もまた怒られちゃったって毎回言ってますでもこんだけ出てきて小川さんも全然焦ってない感じなのがすごいなと思いますね。いや、もう僕散々経験させていただいたんですけど普段食べるよっていうやつほどカメラ回ると食べれないじゃないですか。一般そうですね、確かにこのプレッシャーある時って絶対食べれないんですよ。僕この業界入ってから一番感じたのはそれです。普段食べれる人もカメラ回ると緊張しちゃって食べ方にすると一切食べれないんで、あ、食べてると思わずに進めるという作業が一番これを向いてるというふうに僕は向いていて、お腹いっぱいとかは基本考えちゃいけないんですよね。やばいとか思わないように今頑張ってるんですね。そうですね、そうです、基本的にはだから序盤から水分はもう取らないようにしようっていうここの知見はもう使っちゃってます。結構ガチガチですね。ガチもう、はい、学ばせていただいてるんでいやー、たくみくん頑張ってるよ、相変わらず俺は現場に来て相方やってんだよなこのおっさんって思ってるんですよ。だって正直あの匠くんこと、まあ、ゴリちゃんこと僕のね、あの編集も今お願いしてるあのゴリちゃん今日来る予定だったんですよ。そうなんですよ、来ないんですよ彼今映像越しに僕らが苦しんでるのをケラケラ笑って編集してますよ。間違いないじゃあ焼肉丼いっちゃおうかな。はい、いっちゃってください。いただきます。うわー、混ぜそばもいいな。優勝優勝優勝ぶっちゃけ今日の一番の好みですか今のとこ。一番わかんないですけど、うん、このお肉の柔らかさと、はい、に対してこのちょっと大きく切った玉ねぎの食感のバランスがとてつもなく良くてこれは優勝よかったもうほんとそれめちゃくちゃ人気メニューなんで、うん、うん、あ、この混ぜそばも久々に食ったけど、うまっ。もともと、確かラスカルさんと僕が初めてお仕事したのって、はい、3年ぐらい前なんですよ。何でしました？僕がコンサルしてた油そば屋に来ていただいてるんですよ。練馬区にあった油そば屋があって、チャレンジメニューで。え、あそこ小川さんがやってたんですか？はい、そうです。僕があのレシピとか作ってたんですよ。すげえしんどかったですよ特攻でチャレンジメニュー作らせていただいてオファーさせてもらったのが一番最初です。あの醤油、味噌、激辛の3種類で時間制限があって賞金出るやつですよね。あれめっちゃ辛かったんですからあん時そうだったんですね。そうです、あそこのレシピとお店をやってらせていただいてました。僕自身は多分3年目か4年、3年目とかじゃないですか業界入って。え、3年目であんだけほぼ全員の大食いの人集められるもんなんですかもう皆様のおかげですけど、はい、この業界に入って4年目でやったらあんだけ仲良くなったんですよ。なるほど、外部で3年目でなんでこんな仲いいんですかみんな鈴木さんのおかげもあると思いますよ。あ、食べる方やってる側もみんなこうアクティブで人見知りもないような、うん、もう気さくな人間多いですよね。怖いもの知らずというか全員が全員そう、それこそ鈴木さんの結婚式で、うん、もうご一緒しますよね。その時になぜか僕主賓席だったんですよ、覚えてますあんなにもう歴代のフードファイターさんがずらーっといる中でなぜか僕がど真ん中だったんですよこの時点で様子おかしいぞと思ったんですけどもう僕らはもちろんですけど城田さんとか山本さんとかもう言うてしまえば赤坂さんとかもいて、いらっしゃいましたね。僕らまあ端っこでしたからね、席全員本当になんかあの人やっぱ頭ちょっとおかしいんですよああいった出会いの場をいただいたことによって、はい、そうですね、皆さんとお会いできて。確かにあそこがなければお話しする時期も遅くなったでしょうし、うん、一緒に喫煙所で2、30分ぐらい仕事の話して、うん、喫煙って言っちゃってるからメンバー言えないですけど、すごいメンバーが横になってて俺ここで何してるんだろうと思いながら、変な結婚式だったなあの時は、うん、なんだかんだ話してるとお腹いっぱいになってきますよ。うん、わかりますちなみに、はい、まだお腹は大丈夫ですか？まだ、まだ結構ギリギリな感じっすね。だってハートで言っても一般の大盛りぐらいはありますよね。絶対ありますね。ありますよね。でも次あれですよ、あのまた大盛りぐらいのチャーハン来るんで。よっしゃ、そろそろっすか？そろそろかもしれないです ね。お願いします。頼んだもん僕ないんですけど、大将からの返答が
じゃあまず一旦小川さんの方から取り掛からせてもらいますって言ったんですよ。次僕がなんか待ってるんですよね。間違いなく待ってます。もちろん分かりました。喜ぶ姿を見るのが大好きなんです。買います。僕ももともと作る側からこっち入ったんで。そうなんですか。はい。なんか今の話聞いて、小川さんと仕事をするときはちょっと考えよう。やられそうだ。皆さんと一緒にいることが多いんで、どっちかというともうやっぱサポートに入ってしまうことが増えたんで、うん、自分がよく食べるのも一回やっぱフードファイターさんに食べていただく前に自分たちで行ってその量を確かめて、うん、でロケ班を行って行ってもらうことが結構多いんですよ。でその結果ちょっと食べれるようになったみたいなところありましたね。吉高先生と僕で作るんでデカ盛り食べてもらえませんかみたいな企画はマジで参加しないです、怖いから。それだったらもう無人島行きましょうよ。無人島行きましょう。なんかちょっと今無人島企画やってて、汚いなこの人は。ね、それこそもともとは鈴木さんをドッキリで無人島に連れ立ちろうと思ってたんですよ、はいはい、で。なんですけど、なんかその対決もいいなって思ってたんで、うん、例えばラスカルさんチーム、鈴木さんチームみたいな感じで、うん、2チームに分かれて、でそこに料理人が1人ずつついてカメラマンついて3対3で2泊3日でいっぱい魚取って食べた量が多かったチームの勝利。これね皆さんね、実は今こんな企画があってみたいな体で話してますけど、さっきもうね話してたのよ。この場で言ったらあいつ逃げらんないからってことで今この場で言ってんの。汚い大人だよ。そうなんですよ。でラスカルさんの、ね、視聴者さんが OK であればあとラスカルさんのチャンネルとサムライティングでもいいですし、 そこで2カメラ入って2泊3日で取った魚で大食いするっていうサバイバル大食い企画か。第1弾無人島にして第2弾を山にしましょう。いや全然いいですよ。でも第2弾までいいんですか、ここで確約させちゃって。しましょう。ありがとうございます。じゃあ皆さんこの動画見てくださった皆さん、もしラスカルさんにサバイバル行ってほしいって方がいたらめちゃめちゃ高評価ボタン押してください。行動力だけはあるんで、行動力ではだけはあって、実はもう無人島も抑えてあるんですよ。早っ。なんで寒くなる前に行きたいんで、ちょっと1ヶ月以内ぐらいに企画書。え、そんな早い話？やるって言ったらすぐやりますよ。すごいな、みんな。やりましょう。やりましょう。面白いことはやらないと。僕習い事水泳しかしなかったんで。ああ、じゃあ釣りと素潜りだったら面白そうですね。僕一応ダイビングの免許を持ってるんですよ、うんうん、なんで水中撮影も一応できるんで、うん、もう準備は万端で、で来月船舶の免許取り行くじゃないですか。お願いなんで、はい、撮ってるところを撮るんじゃなくて一緒に撮ってください。食料が足らない。確かに。そうですね。あ、じゃあカメラマンは手配しますか。そうですね、僕が全部やっちゃいけない。今この動画上で小川さんも演者になることが確約されました。僕はもちろん全然もう発案したら出ますよ。一昔前って選手同士って意外とバチバチしてるみたいなイメージありましたけど。ありました。本当に今って仲がいいし、なんか仲がいいからこそ対決の時に本気出さないと失礼だからって言って本気を出せるみたいないい関係性ができてるので、なんか今の時代の大食いの感じって僕すごい好きなんですよね。それこそ画を公開されてると思うんですけど、うん、ラスカルさんとゾウさんが戦った時に戦う前に2人でニコって笑い合ったじゃないですか。はいはいはい。すごい素敵だなと思って、本当にそれが素敵だなと思いながら、で結局バチバチでバトルした後に、うん、お互いフィードバックして、うん、ラーメン食いに行こうよみたいな。いやこんなかっこいいのあんのみたいな。でいい意味で戦友なので。そうですよね。ライバルであったり戦友であって後輩先輩関係なく僕らってみんなが友人みたいな感覚なので、そうだからあの場の空気ってすごい好きなんですよ。あいつも苦しそうだな、じゃあ俺も負けてらんない頑張ろうみたいな、お互い最後苦しかったねって言って、うん、それが一番やっぱ大会って楽しいですよね。うん、ましては2回戦目はバッチバチだし、バッチバチだし、3回戦目は2人とも泣くし、うん、号泣。現場で終了後のインタビューが取れないんだから何言ってるか分かんなくて。ありますよねストーリーが、うんうん、バトルは。いや、いい大会にしていきたいなと思うんですよね今後も。ガオは僕らってどっちかというとどんな撮影でも基本的に一人で戦ってるだけなんで、うん、ああやってみんなで士気高め合って現場一丸となってできる場っていうのはもう本当に楽しくて、そうだからやっぱりこの若い子たち、まあ、僕なんかもそうなんですけど、本当1、2回混合戦出て基本でなくなっちゃったっていうのが現状なので、うん、どんどんこういうその戦いが
楽しいんだよっていう経験を彼らにももう1回でも2回でも多くしてもらいたいなって思う。半チャーハンです。モンスターがちょっと滑ったみたいです。ちょっとちょっとこれあれですよ、僕何も言ってないですからね、僕のせいじゃないですからね。ここが一番見えるかな。あー熱い半チャーハンです。全チャーハン見たいわ。あの皆さん、あの見てる皆さん、あの勘違いしないでいただきたいんですが、通常の半チャーハンではありません、もちろん。だいぶ手滑ってますよね。手滑ってますね。さっき気づいてたんですよ、実は。あそこのカウンターのところにめっちゃみじん切りにしてあるやつがいっぱい置いてあったんで、まさかなと思ったんですよ。人参とかも結構大きかったんで。でも僕がこれってことはラスカルもっとやばいと思いますよ。何が来るんだ。でも僕聞こえてるんですよ、鍋を振る音が。そうなんですよ。もうあのね、今日はもちろんこう喋りながらっていうのもあって、特別にあの営業時間外に撮影させてもらってるんで、鍋が聞こえるはずがないんですけど、ずっと聞こえてるんですよね。すいません、モツできちゃった。あ、モツ、あ、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょうど汁物欲しいなと思ってたんです。ありがとうございます。あんなに楽しそうに走って厨房戻ってくる初めて見ましたよ。そう、あの今日の仕事終わりの顔じゃないですよね。まだワクワクしてる顔してるんですよね。これあれですね、今日ゴールがないかもしれないです、ね、終わらないですね。あのラーメン言ってくださいね、小川さん。あー、はい、わかりました。セットのラーメンがまだ待ってます。待ってますよね、はい。冷凍ってできます。まだちょっとでも半チャーハンあるんで、半チャーハン入ってから、はい。3時からの撮影だったんで、あの遅くても4時には終わるかなと思ったんですけど、うん、だからこっからスタ、今ちょうど5時前。そんな回してます。うん、気づかなかった。確かに西日に変わってますね。そうなんですよ。一個一個の具の大きさがすごいですね、うん、3センチぐらいあるんですよ。五目チャーハンってもっと細かいイメージでしたけどね、うん、ナルトでこんだけあるんですよね。いただきます。うん、おいしい。いけそうですか。多分いけるんじゃないですかね。うん、正直な話聞いていいですか、うん、嘘偽りなく、うん、今腹何分目ですか。10です。全然10からがなんでね。逆に10行った後どうしてるんですか、いつも。10行った後、 10の後何考えてます。無、やっぱ無ですよ、ね、無ですね。何も考えてないですね。試合なんかも特に考えたらもう食えないみたいなところがあるんで。そうですよね。エンジョイ会はいいじゃないですか。そうですね、もうお腹いっぱいだなんて言いながら食いますけど、でもその10から先を行けるのは僕らの先輩特許であって、普通の人は無理だと思いますよ。まあまあ間違いないですけど。うっかり八兵衛です。俺辛いもの忘れてた。ああちょうど辛いもの欲しいな。これが必要だった。これちょっと最近ね、これ山椒を効かせるようになって。うわすごっ。香りもしっかり、あの日本の方の山椒とおばあちゃんはマジで感じたやつで。ちなみに今日ゴールってあります。あのそろそろあのラッシャーの追加を待ってるんだけど、何を追加してくれるのかな。まあ、ずっと追加が来てるんですよね。セルフオートでもう2時間近く食い続けてるかも。1時間半ぐらい。1時間半ぐらいですか。いや多分ラスカルさんが結構ゆっくり食べられてたからペース合わせた方がいいかなと思って、はい、ちょっとペースを抑えてたんですけど、めちゃくちゃコメント欄で叩かれるかもしれない。でも今日、はい、カメラ止めたい。終わんない。マジで僕の行動力は自信あるんで、絶対やりますからね、無人島バトル。こんなの今どうでもいいぐらいお腹いっぱいです。まあ、ノーマルモードの僕なんで今、はい、胃の感じじゃなくて脳みそ満腹中枢の方ですね。これに関しては12です。12。普通に考えたら僕はなんか食べやすいもんで食べ進めてますけど、唐揚げをあの量いくって食べてる量の倍ぐらいヘビーなわけじゃないですか。動画見てる方もお気づきかと思うんですけど、2人とも徐々にトークに寄ってきてるんですよ。手が進んでないっていう。この動画のコメント欄と再生回数がめちゃくちゃ荒れた時どうしようって、もう自分もすでに心配なんです。なんでこんな滑んだろう。滑りすぎなんですね。手袋買ってあげましょうかね、次から。もう閉めません。
いや、いいんですか、俺その一言絶対言えなかったっすよ俺からその一言は絶対に言えないと思ってたんで。でも多分食べないだろうけど、ママツナ行こうかなと思ったもう無理っすよ。まあそもそも論としてこの夜の部の営業があるので、まあ、あまりちょっと僕らの片付けがあったりとか詰めてもらったりする作業もあるので、あ、まあ、ギリギリすぎないでこの辺りで今日は締めましょう。そうですね、はい、いや、ということでね、今日は小川さんと一緒に僕の大好きな蝦夷さん、2代目蝦夷さんですね、来たんですが、まあ、案の定ね、僕の愛情と比例するような形で大将からもね、あの愛情の手すべりがたくさん起きまして、多分注文した量から比較したら2人合わせて4キロ5キロぐらいは増えてますね、はい、もうとんでもない量が来ました。まあもちろんね、江戸さんもともとデカ盛りの料理のお店なので持ち帰りできますんで、今日はねちょっとあのこのおかずたちはしっかりと持ち帰りつつ、持って帰れますこれ持って帰りますよ、多すぎるよ持って帰っても多いんですよね。持って帰っても4日かかりますね、家で食ったら。確かにって僕ら日常茶飯事ですが、小川さんにもこの感じを今日は味わっていただいたということで、はい、いかがでしたでしょうか。いやー、てか、まあ、何より、まあ、手が滑ったことを置いといたとして本当に美味しかったです、うん、ごちそうさまです。いやでも MVP は焼肉丼ですかね。焼肉丼ですかね、僕は一番刺さりましたね。でも本当全部美味しかったです。そんな褒めてるとまた持ち帰りの品出てきますからそのぐらいにしといた方がいいです、はい、いや本当美味しかったです、ごちそうさまでありがとうございました、はい、ということで、ね、本日はご協力いただいた蝦夷さん、そしてですね、あの小川さんがね運営しておりますサムライティングさんの方もね、まあ、概要欄等に記載しておきますので、皆様そちらもぜひご確認ください。じゃあ最後ごちそうさまだけ一緒にしますか。そうですね、はい、いや、すいませんでした、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、ありがとうございました。